ついに人の力が一つに結集した。今や八潮織もそれを守る兵力も十分に揃っている。妖者に挑むことはもはや無謀な賭けではない。今こそ希望の未来が開かれる時だった。ついにこの時がやってきた。全ての人の力が結集し、旋回の英知も俺たちの手にある。うん、負ける要素を探す方が難しいね。皆様、出撃の準備が整ったとのことでございます。よし、いざ出発。もうやってやるさ。ボスのは惜しい。その心を大切にすること、他者を慈しむことができるのだ。お前はもはやオロチの分身ではない。お前はお前になったのだ。よし、さあ行こう。さあ行くとしよう。の果て、ついにここまでたどり着いた。人界と旋回の力がここに結集している。俺たちが妖者に負ける理由はない。よし、それじゃあ張り切っていこう。兵器がないと妖者を倒せないからさ、しっかり確保しておこうよ。東側の兵器がちょっと心配だな。バジョーさん、お願いできる？任せろ。前の展開だと後ろから敵の援軍が来たとのサインだよ。誰かお願い、ここで敵の援軍を迎え撃って。今だ、撃て。人間どもを根絶やしにしろ。
疲れさん。王者を倒してはい終わりってわけにはいかないと思ってたけど、これまでの経験上この先に待っているのは、だが臆することはない。これまで同様全力で戦い抜くのみよ。上々上々、上場しっみ各妖者を倒したってのにな、嫌な予感がするぜ。でもここまで来たんだ、世界の平和まであと一歩って信じたい。我らの未来を開くため、何が待ち受けていようと進むのみ。なあサコ、お前も本当は面倒くさがりだろ。面倒くさがりのまま信頼する、それってどうやるの？まあ、まず面倒くせ、これを言わないことじゃないですかね。激闘の末、英傑はついに妖者を打ち倒した。だが、戦いはまだ終わっていなかった。妖者の巣に開けた新たな道、その先に妖者から抜け出た邪悪な力が飛び去ったのである。楽よ、古老館で妖者を撃退した者たちにはもう分かっていた、この先に待ち受ける新たな脅威の正体が。しかし誰一人恐れる者はいなかった。これまで乗り越えてきた数多の苦難が勝利への自信を与える。新たな未来へ向けて討伐軍は進軍を開始した。へえ、すごい力を8つも感じるわ。これはひょっとしてひょっとするかも。想像しうる中で最悪の事態と言えようが、想像の範囲内の事態であるとも言えるな。人の子らの今の力ならば乗り越えられぬものではない。ずいぶんと信頼したもんね。お前とて人の子の勝利を疑ってはいまい。まあね、だってこの私が協力してるし。さて8人のか。思いっきり楽しんじゃおう。やってやるさ。
となく予想してたけど、オロチが勝ちに。しかも落葉で戦ったオロチとは一味違う。強敵の力と存在感、我らは幾多の困難を乗り越え、ここにいる。この戦いを乗り越えられると信じるのだ。全てを滅びに沈む。五郎冠のオロチはいわば幼者の残りかす。違う、幼者そのものということ。このゾクゾクする感じ、蛇並みね。なんだこれは。威風と恐怖が湧き出してくる。屈するものか。これを我が闘志、前へ進むのだ。人の心を攻める術か。以前のオロチでは考えられぬ技だな。他のオロチにも警戒の必要があるだろう。それぞれが固有の能力を持つと考えられる。さて、悠長に構えている暇もないよ。北と南よりオロチが迫っている。同時に複数のオロチを相手にしたくない。北と南の道を岩で塞ごう。俺が敵の進軍を食い止めてやる。その間に道を塞げ。実に素晴らしい。目を見張るばかりの戦ぶり。ほう、これは興味深い。ここは流血、大地の力が集まる場所だ。この力、私ならば使いこなせる。オロチの術を止めることもできよう。放っておけるか。待ってろ、すぐに援軍を送る。ひとまずこの辺りは片付いたか。よし、孤立した味方に援軍を送るんだ。次回こそ我が物だ。魔王騎参上。我が望みこそ世界の望み、滅びゆく。一冊無影螺旋脚。します。
魔王の復活劇に幕を引くのだ。8人のオロチ様から解放された力、また一つに集まったみたいね。なんだかとんでもないものが生まれたんじゃない？太鼓坊さん、
これも想像の範囲内。さて、いずれにせよ時を超えた物語も最終章に近づいたようだ。人が導くのは滅びの結末か希望の新章か。今はただ読み進めるとしよう。本気を出せばこんなもんだろ。失敗。いや、素敵。8人のオロチより解放された力、変化した要素、ジョカよ、どう見る？8つの滅びが一つに凝固している。おそらくはオロチの姿をしたものに。だがそれはもはやオロチではあるまい。純然たる破壊の意志、世界の意志の代行者、破壊神。